映画レビュー。さあ今回の映画レビューはですね、ネットフリックス独占配信のですね、クレイジークルーズのレビューをさせていただきたいなと思います。この作品はですね、脚本をですね、ヒットメーカーの坂本雄二さんが手掛けた作品ということで、おのずとですね、注目度が高くなっていた作品でございます。2023年の11月の16日に配信開始となりました。吉沢亮さんと宮崎葵さんがダブル主演を務めた作品です。ざっくり概要といたしましてはですね、豪華クルーズ船を舞台に、船上で起きた殺人事件の謎に迫るミステリー&ロマンティックコメディとなっております。はい、まずね、結論として、まあ、個人的な印象感想ですね、を述べさせてもらうと、甲乙つけがたい作品だったなという感じですね。レビューサイトを見ていると、酷評されている意見っていうのも多かったんですが、個人的には、まあ、全体的にね、さらっとしていて、くどくなくて、見やすい作品ではあったかなと思います。まあ、その反面、重構造的な多面性や厚みはなくてですね、本格派の作品を欲している人にとっては物足りないと、ややインパクトに欠ける作品でもあったかというふうに解釈できます。星3にね、到達してなかったりとかっていうのが多くてですね、まあなかなかその基準という点数にも満たないっていうね、評価がされているケースも多くてですね、まあわかるかなと、そういう捉え方の人が多数派っていう、まあ現実ですよね。それがまあなんとなくわかるような作品でもありました。とにかくね、吉沢亮さんと宮崎葵さんのね、やりとりや恋人にね、の段階に至るまでの過程がいいんですよね。まあ、公式にはミステリー&ロマンティックコメディと記載されていますが、振り返ってみるとロマンティック要素が結構強めだったという記憶が強く残っています。ミステリーもコメディもあるんだけど、あるんだけどっていうね、そういった感じですね。ミックスジャンルなので全部網羅ってなると、どこかが強くて、どこかの要素が弱くなるっていうのは、まあ、ある種致し方ないのかもしれませんね。メイン二人を除いて一番輝いていたのは、吉田羊さん演じるベリッシマ号の船長です。コメディ要素をほぼこの人で担っていたと言っても過言ではないくらいですね、ちょっとこの役割の当て方として非常に大きな比重が占められていたかと思います。そこまでね、こう自分の中で、この作品に対してのハードル設定っていうのは高くなかったんですけれども、じゃあなぜ見ようかというふうに思えたのかというとですね、まあ、コメディやロマンティックの要素が入っていたからというふうに前々からね、分かっていたからです。ミステリーやサスペンスオンリーだとかなり期待を持って見る姿勢になるというか、肩肘を張っちゃうので、ライトに見えるという点ではこの作品の良さなのかもしれません。なので、どういったジャンルを好きで思考しているかとか、まあ、どういったジャンルの作品として強く見るのか、そういったこの見る角度によって評価は結構様変わりしてしまうような作品なのかもしれないですよね。まあ、キャスト目当てとか、そのキャストの方々のお芝居を見たいとか表現を見たいっていう方であったら結構満足度が高いのかなっていうのと、やっぱ話自体ですね、ストーリーラインを重視して見る、それがまあコメディなのかロマンティックなのか、まあ、ミステリーなのかっていうところ、まあ、その各々の見方の度合いですよね、ジャンルの見方の度合いで、まあ、評価が結構分かれてしまう作品に、まあ、なってたのかなというような印象がありますね。個人的にはですね、結構このクルーズので構成されるお話、まあ船のね、船内で交わされる物語であったりとか、そういったね、こう登場人物が出てきて、まあそこら辺のね、秘密であったりとか、まあ諸事情もろもろとかね、そういったのは結構好きなので、そういった意味でも結構見れる作品というか、楽しめたんですけれども、まあね、やっぱりいかんせんね、ミステリーであったりとか、まあコメディ要素としてもやっぱ弱かったかなというふうに思うので、そういった意味でやっぱロマンティックのクレイジークルーズという風に捉えてもいいのかもしれませんし、まあそういった見方が強くなってしまうこの作品の鑑賞後のね、イメージでしたね。はい、ということで今回はですね、映画レビュー、ネットフリックス独占配信されているクレイジークルーズについて、レビューでさせていただきました。皆さんのご意見ご感想ですね、ぜひぜひコメント欄にてお聞かせください。日々ドラマや映画情報を更新しております。チャンネル登録、高評価していただけると大変嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。